本の安打を払っています。パタタリ痛烈、ね、ファーストよく取りました。今レギュラーしたんじゃないですか。そうですね、いい反応しましたね。はい、まるでサードのような守備でしたね。まあサードもできるというか本職がサードですけどね。強烈な当たりだったんですが、うん、やっぱりちょっとバウンドが変わってますね。ワン、ね、ボールツーストライク。うまいバッティングだが、サード取りました。うまいですけどね。うまかったですね。サードの宮本がキャッチをしています。外の、わあ、この球でしたね。ですね。ね、はい。もっと悩むぐらいやっぱシュートを打ってほしいですね。はい。ファースト取って一塁はアウトになりました。はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーはありません。分かっちゃいるんでしょうけど、このシュートの足見たら慌てますよね。そうですよね。ジャワリーズチーム、しかも1点取ってね。そうですね。ランナースタートしてアウトになりました。ピンチランナーの並木、初球からスタート、ね、そのタイミングにはですね、うん、ピッチャー取って2塁投げる、1塁は転送、セーフになりました。よく取りましたけどね。そうですね。ジャンプして取って二塁へ投げて、二塁フォースアウト、一塁は際どいタイミングでしたがセーフでした。引っ張った当たりは取ったが、一塁はセーフです。ショート深いところ、吉田大成飛びついていて取りました。よく取ったんですが一塁はセーフになりました。ショートこれも深いところ、吉田が抑えてセカンドで投げましたがオールセーフになりました。よく粘って取ってんですけどね。そうですね、まさかという同じような打球は。そうでしたね。リチャードの打球もよく飛びました。このマサゴの打球もショート深いところ、よく入れてほしいですよね。さあ武藤が引っ張ったか、これはセカンドが回り込んでボールを掴んでいる。快速飛ばしましたが一塁アウトという追い込んで、これは引っ張ったサードライナー、茂木が掴んでいます。6年目の茂木が6年目の石橋を今助けました。まあ、正面でしたか。そうですね、はい、あのインコースの難しいシュートだと思うんですけど、あのやっぱり3割打ってるだけあってここまでついてきますもんね。やっぱりなかなか打ちました。これはショートライナー、小深田がボールを掴んでいる。満塁のピンチを出しました、はい。3球目、これはショートライナージャンピング、小深田ボールを掴んでいます。ここは次の1点はやりませんでしたね、北谷さん。いやそうですね、2打席ともボール投げますからね。ワンエンドワンから打った当たりはセンター方向、センター下がる、センター下がってジャンピングキャッチ、山崎剛。オールラウンドプレイヤー、ユーティリティープレイヤー、山崎センター途中から今日入っていますが、最後はジャンピングキャッチ。いや見事な、今いいタイミングで飛びましたか、はい。これは打たせましたが、サードゴロ、サードボールを掴んだ村林が軽快にさばきました。ナイスフィールディングですね、今の村林今の。